それでは VOM インタビューを行います。見事3対0ストレート勝利ということになりました。長岡選手、今どんな気分ですか？はい、3セット目なかなか難しい展開だったんですけども、本当にチーム力で最後勝ち切ることができてよかったと思います。最後第3セットも大接戦になりました。終盤2枚替えで再びコートに戻りましたけれども、あの第3セットの終盤というのはどんなことを考えながらプレーしていたんですか？一旦こう毎セット私は2枚替えで3ローテ外に出させてもらってるんですけど、その間にやっぱり頑張ってくれてる間にいろいろコミュニケーションこっちで取れますし、やっぱこういろいろこうしようっていう考える時間を持てたことがすごく後半につながったと思います。今日勝ちましてチームは今シーズン2度目の4連勝ということになりましたけれども、チームの好調の要因どんなところですか？はい、本当に私たちのチームは1試合ずつ少しずつ本当に成長しているなという手応えをみんなが感じていると思うんですけど、本当層も厚いですし、もうみんなが本当に日々いい練習をできていて、それを試合で発揮していくとい こう本当にこれからも一戦一戦目の前の試合をチーム全員で成長していきながら戦っていけたらいいなと思います。そして長岡選手は今シーズンここまで全試合スタメン出場ということになっています。ファンの皆さんは完全復活を心待ちにしていました。今どんな思いで日々プレーしていますか？はい、本当出てない期間が長かった中で、まずその間も支え続けてくれたチームにすごくまず感謝していますし、こうやってコートでこうプレーで貢献することが本当にそれを恩返しすることにつながると思っているので、そして今の本当にスプリングスが本当に大好きなのではい、なので本当にチームのために、そしてスプリングスファミリーの皆さん、応援してくださる皆さん、変わらず応援し続けてくださっている皆さんのためにしっかり1プレーずつ頑張っていきたいと思います。今会場拍手も沸き起こっていますけれども、去年までは兵庫県神戸市ホームタウンでもありました。その同じ兵庫県の加古川での大会ということになっていますけれども、加古川のファンの皆さんの声援というのも大きかったんじゃないでしょうか？はい、そうですね、私たちは長い間兵庫で本当に活動させていただいてたの でその間のバスの運転手さん、ずっと久光を支えてくださってたバスの運転手さんが今日来てくださってて、死ぬ気でやれって言われてたんで死ぬ気でやりましたありがとうございます。さあ、それでは明日は JT 戦ということになります。明日への意気込み、最後にお願いできますでしょうか？はい、本当に私たちがやるべきことっていうのは、自分たちが積み重ねてきたことっていうのをしっかり試合で相手に対してぶつかっていくっていうことだけなので、みんなでこう試合の中でコミュニケーションを取りながら点1点頑張っていきたいと思います。明日も楽しみにしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の VOM は久光スプリングス長岡美優選手でした。放送席どうぞ。